マリオ・ピントでアンドラーでマリオ・コエリオ・ピントでアンドラーではアンゴラの詩人、政治家である。彼はポルトガル領アンゴラのゴルンゴアルトで生まれ、リスボン大学で文献学をパリのソルボンヌ大学で社会学を学んだ。その間、彼はアンゴラにおけるポルトガル植民地支配に対する反抗活動をはじめ、反植民地史を書いた。1955年に彼は、 アンゴラ共産党の設立に参加した。1956年に彼はアンゴラ解放人民運動の創設者となり、1960年から1962年まで議長を務めた。彼は後継者のアゴスティーニョネトと衝突し、1974年に MPLA から分離した。アンゴラは1975年11月11日に独立したが、アンドラーでは、 ギニアビサウ、カーボベルで、モザンビークと放浪生活を続けた。彼は、ロンドンで死去した。マリオ・デ・アンドラード、62、A ファウンダー・オブ・アンゴラ、S、ガバニング・ムーブメント、ニューヨーク・タイムズ、2021年4月27日、閲覧、ありがとうございます。